今日は7月23日、金曜日祝日で、今ラジオと同じこと言ってる1時25分、気温は 40.1 度、さっき焼き台の前 40.6 度まであってね。で、お店の、そう、お店で工夫してるところをちょっと説明したいなと思って。Have you ever met someone you could not get my God? Have you ever been in love? まず新人さんが入った時にこうやって、例えばこのこれ流す木舟って言うんですけど、この木舟にはこの6個入りとそれからペチャ焼きを入れますよっていう表示で、今度8寸木舟には8個ともちペチャを入れます。で、あと10個と12個、この9寸木舟に入れて、あとペチャモダンっていうお蕎麦の入ったやつを入れるようになってます。で、こんな感じで入れてくださいっていうのも絵にして、文字と絵と両方にしてあります。これがオーダーシートなんですけど、まあ、自由に書けるようになってて、で、まあ、大体書き方とかはこんな感じで統一できるようにはしてあるんですけど、でこれを、ここのね伝票を挟むところに挟んで、右から順番にお客さんに提供していくっていう感じになってます。そう、あとなんかこういう掲示物が結構たくさんあるんですけど、これは例えばそのたこ焼きを作るそのことだったり、注文を聞いて商品を作る時の注意点みたいな感じかな。そうそうそう、まあオペレーションとかをこういうふうに細かく書いてあります。なんかまあ誰が見ても分かりやすく、まあ、例えばたこ焼き作る時はコツがあるから、そう、生地の攪拌を良くするとか、強火で焼くとか、あとしっかり巻いて、待ってから焼くとかね。で、あと、電話注文の受け方、意外とすぐみんなできないんだよね。そう、緊張するんだって。そうそう、だからなんか最初にどういう風に言うかっていうのと、結構カミカミになるよね。カミカミ得意ですよね。そうそうそう、対面でもかもね。そうそう、でなんかまあ注文内容を間違えないように聞くっていうことと、復唱するってことと、あと結構その海苔とかカツオとかマヨネーズとか好みがあるので、そこを間違えないように聞いたりするっていうことをしてます。で、あとはタコせんは来てから湿気ちゃうからね、美味しい状態で食べて、そうそう、美味しい状態で食べてほしいからっていうことも一言付け加えるっていう感じで言ってあります。区間の共有することでノート作ったりとかね。ああ、なるほど。じゃあノートを持ってきてもらおう。そう、結構なんかいろんな人が、これも結構古いけど、例えばなんかある？あ、スミってこういうのも済んだら、例えばなんかこうミスがあった時に、こういう人が来られたんで返金しますからお願いしますっていうのも書いて、終わってたら。こうやって赤字で済みってしてくれてたりとか、あとお願いしたいこと、こういう得意な子は絵を描いたりとかして、まあ、どんな風にするんだよっていうこととかも、そうそう、めっちゃ分かりやすいよねこれ。うん、しーちゃん描いてる。うん、これ才能だね。そう、アンパンマンとかも描いてる。ピカチュウとか。そうそう、絵描いてる子もいてね。そう、こういうことを、まあみんな入った時にちょっと一読するようにしてて、で共有できるようにしてあります。そうね、あとこれもそうかな、こんなんももしかしたら、これも面白いんですけど、なんか何のこっちゃ分かんないかもしれないけど、その日に洗ったものを書いてあります。例えばこれ123ってあるんですけど、これはマヨネーズのここに数字が書いてあって、1日1本洗うようにしてあるんです。で、こうやって洗った、今日は例えば23日なので3番も洗ってくれてるな、
で、天かすの天です、これは。で、チーはチーズ。で、もうはお餅のも。それから、そうはお蕎麦のタッパーがあって、それもこういう風にタッパーに入ってるので、これをちゃんと洗うようになってます。で、パートさんがね、すごい、いつもやってくれるんだけど、これすごいよね。これがすごいんだよ。この前から使ってくださいっていうやつ。洗って、新しく足したら、そのどれから使っていいかが分かんないじゃないですか。で、それをこういう風に古いやつを手前にして、で、このプレートを入れて、あとのこの順番に使えるようにしてくれてます。そう、こういうのをお蕎麦とかお餅に入れるようにしてくれてるのと、あと卵が一ケースごとに使い切りにしたいからっていう、こういうね、卵これで使い切りですよっていうのも、まあ交代になっても誰が入っても分かるようになってます。すごいね。そう、そして綺麗とね、お店がね、お店が綺麗なんですよね。こういうのも粉が横にして取り出しやすいようにこんな風に切ってあったりだとか、あとソースもこれ何キロやったっけ、10キロ、そう10キロあるんですよ。で、なかなか重いんですね。で、これちょっともう少ないから今日のやつで、例えばこれを足すときに、斜めにするときにそこに指入れるね。そうで、なんか横にして入れやすいようになってます。お掃除のポイント、なんかどこ、次に綺麗にしておくところとか、あと暇な時にこういうのやってみましょうとか、2人以上いたらこういうのやりますよとか、雑巾を使うところ、ダスター以外の掃除をするところはこういうところですよとか、で、あとこれはパートさんが考えてやってくれたんですけど、残り少なくなった備品を書くようにして、しかも日付もちゃんと入れて、例えばラップがもうなくなるよとか、トイレットペーパーが少ないよとか、ティッシュペーパー少ないよって書いてくれてたら、私が来た時に見てまた買い出しに、忘れてなければ忘れることがある。あとアスクルに頼んだりとかねっていう感じです。基本やっぱりあれやね、出したものは元通りにするというか、元の場所に戻すっていうことが基本にしてある。で、だから例えば、こういうハサミの場所は、2箇所に分かれてるんだけど、こことここにあるっていうとか、あとここに入ってるものはどういうものがあるとかっていうのも、まあ大体その、あとはこれバックヤードなんですけど、発注をね、週に3回かけます。3回。で、まあ、いろんな人が入るので、これも誰が入ってもちゃんとかけれるようになってて、で、こういう風に和風だしとか白だしは在庫が一つになってから、出来船は残り100、これが一つで、これ一つで100なんですね。これが、残り100になってからとか、あとローリング油ですね、これは残り3分の1になったら頼めますよとかで、あと全部こうやって書いてあります。なので、本当にみんなそれを見ながらやればできるようになってます。でもちろんなんかこれをここも書いてるからやってねじゃなくて、最初はちゃんと説明もするし、置く場所とかもこういう風に、これはもう明日の分の粉なんですけど、明日も祝日なんで朝一これだけの量の生地を作るので、粉をこういう風に用意してあったりとか、一卵もこうやってちゃんと次の分が開けてあったりっていう感じですね。で、あと卵を発注かけてもらうので貼ってあったり、でシフト表はこのようにみんなの分がちゃんと分かるようになってて、で例えば、2週間ごとに組むんだけど、都合が悪くなったらスタッフ同士で変わってくれたりもしています。あとはこういうのは私が作ったんじゃなくて、ね、パートさんがこうやって書いてくれたんですけど、
まあ、営業前のチェックリストですね。これはコロナになってから、それから発注業者さんに頼むのはこの曜日で、配達がこの曜日、卵はこうですよ、目安も書いておいて、分かりやすい。それから、ゴミ出しのルールですね。で、各店舗やっぱりゴミ出しのルールってちょっと違うので、こういう感じで書いてくれてます。で、あとはこれちょっと面白いんですけど、ちょっとイレギュラーなお客さんって書いてある。普通にオーダーしてくれるというか、まあ、個数とか味付けですよね。なんか好みがあったりとか、まあ、その時の残りの個数によってちょっと違ってたりもするので、例えばちょっと12個までしか入れれない日船に無理やり14個入れてとかっていうお客さんもいるから、その時はプラスいくらで対応してねだったり、あと生姜を抜いてほしいとかタコを抜いてほしいとかいうお客様もいるので、そういう時はこういう風に対応してくださいねっていうのを書いてあります。で、本当なんていうかな、あのお姉ちゃんの時はしてくれたよとか、この子の時はしてくれたのにっていうような、こっちが良かれと思ってしてあげたサービスをなんか逆手に取られてこうクレームになるっていうのはちょっとやっぱ不本意なので、こういう風に、これもなんか気づいたスタッフがこうやって書いてくれたりとかもしてます。そうで、あとお店のオープンの時の流れとか、お店を閉める時の流れ、だいたい1時間ぐらい前からお片付けをして、何時に何面焼いて何面残るようにして、で最後片付けまでこういう風にしてねっていうのとか、まあ、本当に最後レジ締めまでね、生産までしてもらって帰ってもらう、まあ、大学生であれこんな感じです。これがまあバックヤードのかな、はい。で、あとは本当みんな売り上げまで全部知ってるもんね。お、美味しそう、出来上がりました。で、次のこれは、次約分の鉄板を用意してくれてる。ゆき、お仕事楽しい？楽しいです、ね。ちょっとお顔写しても大丈夫？恥ずかしい。じゃあ首から下だけにしとくね。お母さん見てくれてるもんな。そう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 。なので、はい、こんな感じかな。で、この間ちょっと新しくしたのが扇風機をつけました。なんか待ってもらうお客さんがちょっとでも涼しかったらいいなと思って。はい、じゃあ以上です。こんな感じでした。今日もじゃあ残り頑張ります。こういう動画を撮ろうと思ったかっていうと、なんかこういうのを撮ってほしいなとか、なんかこういうのやってほしいなっていうのがあったら、なんかコメント欄にいただけたら、そのテーマについてお話ししたりとか、それから聞きたいことがあったらそれについてお話ができたら、なんかせっかくねチャンネル登録していただいて、お時間使っていただいて、この動画を見てくださっている方に何かお返しできるものがあったらいいなと思って、今回はこういう動画にしてみました。コメント欄に、コメントお待ちしてます。で、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ありがとうございました。井上あゆみでした。バイバイ。